お疲れ様です、ラットです。今日はこちら、ペッカこかつやっていきます。さあ、ちょっとね、珍しいこかつちゃんがあったので、早速やっていきます。タワーはブラスターですね、はい。なんかまあ、コウモリとかが入ってくるのも珍しいかと思うんですけど、まあ、ペッカプラスコウモリであったり、まあ、スケキンプラスのコウモリとか、まあなんかそういう部分でも活躍できるのかなと。まあ、あと最近ブラスター多いんでね、はい。単純に端前の対ブラスターに対してはコウモリ出すだけで、有利取れますっていう。まあ、一応枯渇デッキですね。はい。ってことで、まあ、端前プレインとかしときますか。ペッカはまあ、取りまつえからデッキに入れてるみたいな、ついででいるぐらいな感覚だと思うんで、まあ、ペッカじゃなくて、なんならメガナイトとかでも良さそうな気もしますね。はい。これ、迫撃来たら許容しようかな。多分、迫撃砲じゃないかなっていう気はしてます。よいしょ。で、穴雨とか来たら吹き矢出そうかな。いや、いいね。さあ、ムートと、まあ、スケトラとかで結構回収されそうな気もするんでね。難しいですけど、まさかのフェニー。これ、穴雨打ったらさ、いや、俺が攻め穴雨打てばね、一発、でかい。このムートがさ、絶妙に残ってんのが、やばい！いやー、まあ壊れたんでいいでしょう。え、ダメージ入りすぎじゃね？めっちゃいいダメージ入ってるわ。さあって感じで、まあペッカは守りかな。もうなんか自分から正直出す必要はない。ゴーレットかメガナイトとか、まあなんかスケキンとか今みたいに来たら出せばいいぐらいで、なんなら相手諦めてはねえのか。これだけできつくね。アーチャー咲いたぞ。なんだよね。ママーンが。ママーン嫌だな。まだこれせっかくなら延命しちゃってもいい。やなめ使わないか。偉いな。ソウルコールもめっちゃやりたいが、ほどほどに。いや、いい。え、間に合ってんのか。あー。え、これママある。いや、でもコウモリだけできつい。で、このプリンと吹き矢を、まあ、矢の雨で同時に行かれないように配置だけできれば結構いい感じにならんかな。いや、めっちゃいい。いいよ。で、まあ、バレル普通に飛ばしてめっちゃ左が、いやー、いい矢の雨やな。いいよ。このプリンと吹き矢のね、両サイ配置が効いてはいる。進化ペッカ出したい気もするし、悩むな。プリンセスいることによって、相手視点、なんか、やなめ、まあ、プリンセスだけじゃないけど、どこに打とうってなってんの。え、めっちゃいい。で、吹き矢延命して、え？マジ良すぎる。流れが。吹き矢残れ。流れがいいな。で、バレル飛ばして、いやー、この吹き矢はまあさよならするか。すまんな。ちょっと怖くなってきた。やばい、待って、マジで怖い。いや、間に合ってはいる。許容なんてものも、いやいやからのお願いします。いや、これ左側積んだくね？てか右側もか。おい。いや、ペッカちょっと怖かったけど、まあなんか本当に無理してペッカを出さなければそんな腐ることもないんで、普通にただの枯渇デッキとして前そうっすね。ジャイとかロイジャイとか来た時にだけペッカ出せばいいんでね。それまでは本当周りでただの枯渇デッキになれるんで、意外と悪くないな。まあ、ちなみにこのデッキはSK モルテン、海外の、はい、プロ選手が考えたデッキですね。モルテン。まあ、枯渇使いなんでね、はい。いつも枯渇使ってるわ。やめて。危ない。これ、良くないな。もうなんか、ね。まずそうではあるが、まあ、なんとかなりそうな気もしなくもない。あ、出た。アイスイズメガがトルネウッド迫撃や。これね、ライトニングかロケとかがあるんですけど、マジきつい。トルネウッド高回転なんですよね。で、俺のコウモリとかも輝けないんで、結構まずいかもね。単純に攻めが通らない。メガホに勝てるキャラがいない。で、まあトルネもあるんで、さすがに近畿ケアかな。ケツペッカ弱すぎるなこれ。後ろからのメガゴにまあ勝ち目がないことはないでしょう。ケア先行まずい。トルネがな強えなこれ。はしまいプリンをしなきゃ崩せない気もするんですけど、今してもみたいなね。まあロケかライトニング分かんないですね。いやマジなんかちょっとあるいやでもアイスイズもあるしさ、リセット多すぎだろっていう話よな。で、あとライトニングかロケですね。マジでまずいな。うざそう。なんでメガゴってこんな強いんや。対ペッカにだけ。熱い。近畿だけ阻止したいな。いやマジなんかワンチャンありそうだな頑張っている。マジワンチャン諦めなければ的な。やばい。なんかペッカーここいじめられてるかわいそうすぎる。え、待って、なんでちょっとありそうな、マジで。でもロケからライトニングあるっすこれ。え、本庁、うわっ、27、37、惜しいな。いやもう絶望ではあったけどな。よく頑張った方じゃないですか。はい。まあなんかこういうのは仕方ねえか本当にペッカ刺さんねえしな。橋渡ってけえよっつって。引きこもりね、引きこもりきついな。攻めが通んなさすぎるんで、まだワンチャンありそうでしたね。はい。ペッカが腐っちまうな。まあ今回もね、相手ブラスターだし、ペッカあんま輝けなさそうね。守りだけ使ってどうにかなればいいな。ワンチャンロイ。いや、ロイっぽ。てか、ロイか。いや、これもね。まあ、来るならさすがに出すか。頑張れ。いやー、ペッカ優秀ではあるが、痛かったな、思ったより。いやー、ブラスター強すぎん？さすがにやばいな。ペッカが脆すぎるが、まあ、コウモリ、バレル、この辺で頑張れそうね。耐えたいです。まあ、あれ、自陣コウモリとかかな。許容して、左端前ロイが、マジペッカ出した瞬間のトリトンにさ、ぐちゃぐちゃにされる。ファイボっていうのが分かったことにも価値があります。フェニックスいました。1倍タイムで結構ダメージ稼ぎたいかもね。ゴースト、まあ何でもいいか。え、ああ、ワンチャン、やばい。怖っ怖すぎる。我慢した。いやー、よく我慢したわ。位置がこんなんイケイケどっこいしょでしょ。コウモリとかもやって適当に。いやー、相手の受けがうますぎる。ペッカおつい殴っちまえ強すぎだろペッカ。どうなってんや。いや、流れがいい。相手ギャングでさえもうざい。えっ、こっちでもいいな。相手トリトンの位置に寝てるわ。一番やっちゃいけない位置に出してる。流れが来てます。うざいぞこれ。適当にバレル飛ばさなきゃ。いや、さすがに負けたくないけどな。一発で持っていかれそうでもある。落ち着いちゃったらよくなかったかもな。いや、でもギャング飛ばすだけうざい。いや、それ回収できるの美味しいな。バレル飛ばすだけうざい。いや、めっちゃいい。え、21音ナイス。いやー、怖えけど、これに関してはマジでペッカがペッカいるからね。相手もロイジェイ出しにくいしみたいな。プリンセス吹きやソウルコール、ゴブリンバレルあって、ウッドどこに使うか難しいみたいなね。いや、ちょっと怖いけどね。ペッカのおかげで耐えれますね。なんかロイジェイとかね入れても面白そうではあるけど、ペッカが多すぎて刺さんなそう。ぶっちゃけスケかホグ。おい、ナイス完封。打った？熱マイチ。いやー、これキング起動したすぎるな。いやー、でかすぎる。まあ、ちょっとこのダメージ痛いけどもって感じか。さあ、問題はマイティか。マイティへのリセットないんで、そこはどうしようって感じ。かつ攻めをね通す方法を考えなきゃいけない。いや、いい。ちょっとだるいんだな。ロケ砲には一応やらめがあんのか。まあウッド使わしていいね。やばい。今ウッド使った？クエイクか。いや、なんか左が。いや、完全許容か。それはうまいね。テスラ欲しい。施設欲しすぎる。え、待って、これ相手寝たぞ。え熱っ。一瞬こそ、なんか寝てたよな。熱すぎる。いや、このダメで勝たなきゃ俺マジで勝てない。正々堂々と戦ったら負けるこれ。強すぎるそれ。でかい。いや、これマイティいないんで。ギア入る。え、やばい。一発だけ。強いそれ。え、待って、耐え、おい。まあ、そっち。うわー、最後守ってよかった、本当に。またホグやないかい。いてー、ホグなー。削りがなー、なかなかね。難しいよね、スケとか読んじゃったり。よし。ウッド熱い。え、これさ、吹き矢が残るのが強すぎる。いや、いいダメージよ。 2.6 億ね。まあコウモリは輝かないし、防衛で使いたいか。今後取ってたか。いや、まあ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 、ちょっかいだけかけとくか。ホグ抑えたいな、できるだけ。大砲でギャングって完封されちゃうんだね。いや、はしまいプリンやっちゃって。いや、いいね。ウッド使わしたよ。いや、一応5があるんでね、このサイクルでスケキンバレルとかやっても吹き矢からのみたいなのいきたいな。吹き矢からのというか、これでちょっとうざいんじゃない？やれ。ラッキーすぎるかこれ。まずい。許してくれるこれ。熱っ。なんも来ない。さあ、救われてはいる。いや、26か。相手のマスケット重視、どう頑張っても処理できない事件。マジやばいな。ペッカはね、まあ、ワンチャン守りで使えたらぐらい早めにしばいとこ。え、それ美味しくね。ハヤボさすがに使うかな。1コスでこい。オッケー。やばい。いや、まあまあまあ、一発だけな。いや、言うてきついんだよな。いや、このやりゴブがさ、はみ出んのでかすぎる。待って、間に合う。いいよ。まず適当にぶち抜いて。頼む。でかい。いや、この辺の1コスがちょっといいな。1コスじゃねえわ、3コスプリンとか。え、今相手ウッド使ったよ。てかペッカが、え、待って。ペッカ長生きしすぎじゃね？こんなもんっけ？やるじゃん。いやマジでペッカ下方しましょう。強いっす、明らかに。強すぎるステータスしてる。回復量は別に下げるだけでいいかんな。それ以上何も求めないしね。おおいて、なんかわかんない、遅延スキャラのブラスター的なで、ボンバーがタル的な、ん、タルがボンバーっぽいよね。ってことはこれの受けがない。いいね。まあ言うて俺もちょっとめんどいんですけど、相手のスケラの受けが、まあフケやったかスケキンがちょっと強かったり。これギャングさ最強になれんないと、え？終わりです。グッドゲームいらねえかなんなら。いや、しっかりね、もうここで諦めさせることも大事。いや、もじゃもじゃが刺さるな。やっぱ対ブラスターだとね、いいの。なんか俺が最近使ってた端前からぶっぱしまくるデッキにちょっと似てるわ。楽しいね、枯渇は。初手にキング起動だけされたら萎えるんで、さすがにケアしますか。ナイトにペッカもな、合わしちゃってもいいし、別に合わせなくたってもいいみたいなとこあるよな。まあ一旦、おお枯渇？枯渇対決らしい。いや、いい、ケツ叩かれてるぞ。まあどうなんだろうな、これやばいかな。許された。おいしい。枯渇対決か。まあ別に相手がウッドあって、俺も柳雨があるで、ペッカがワンチャンインフェじゃなかったらちょっと熱いかもね。ペッカお願い、ギャング防衛だけやめてください。よし。いや、ペッカちょっと熱かったりするかな。これでテスラがしかも途切れるぐらいのタイミング。え、熱くない？柳雨をギャングに打ちたいな、正直。このキモすぎるユニット配置はうまっ。ちょっと相手がうまかったわ、普通に。うわー、進化ペッカ。あ、でも今から進化ペッカか。一旦ね。まあそんな気もしてはいた。どうせロケだと思うんでね。いやー、全然あるよ、これ。なんかあるかな。マジ進化テスラっていかれてるよな。やばい、痛すぎる。苦しいね。いらねえか。いや、テスラ向いちゃうか。間に合ってないんや、それ。難しいね。進化テスラが強すぎてちょっとやばい。いいタイミングすぎる。やばい、なんかやべ、ペッカ出さんがよかった。絶対ペッカがペッカが弱すぎるこの対決に関してはマジいらなかったな。出しちゃダメだわ、雑に。なんか出さなきゃワンチャンありそうだったけどなもってえね。また枯渇や多いね。しかもブラスターだ。これあれじゃね、ぶっぱ枯渇ウォールブレイカー来るかもね。まあムートとかなさそうならペッカを出しちゃってもいいが、相手ブラスターなんでね、マジいらないかもね。タイミンググロ縦線手前だ。わかんないっすね。なんか珍しいな、ブラスターなのがよくわかんなくなるっすね。めっちゃ普通の枯渇なんだよな今んとこ。ただ縦線ブラスターでペッカに異常に強いっていう。まあブラスターなのは俺してありがたいけど、まあちょっかいかけるか。結構うざいんじゃないこの後ろが。いやめっちゃいい吹き矢。うわタワーに行けばよかったのに。端前プリン嫌すぎるな。まあいらねえかケア。えまあまあ、いやマジで強すぎる。テスラくんこんにちは。間に合ってる。いや熱い。怖いな。なんか一回ね、まあバルキリーでも完封されんのやだな。まえ今いつそう、え左落ちすぎる。ちなみに俺もまずい。やばい調子乗った。いや熱い熱い熱い。こぼり残れマジでやばい。ウッド使ったやん。残れあっつなんか流れがめっちゃいい。しかも手前オッケーオッケーオッケー。さあ謎に焼いてブラスターだったな。まあ、環境を意識してんのかな。というわけでこちらペッカコカツね、だいぶ使いやすいんじゃないかなと思います。皆さんもぜひやってみてください。ちゃんと動画も押しとしたら押したことない。